はい、どうも山田でございます。星川さん2本目でございます。早いね。どうもどうも。なんか訴えたいことないのかね。訴えたいこと、訴えたい。ほっくんのチャンネルの方だって聞くかもしれない。でもね、本当なんだろう、最近の、うん、なんかやっぱ熱くなれるものって見つけないとダメだよね。ああ、まあそうだね。なんかもう最近ね、結構、うん、いろんな劇団とかね、うん、やってる方々のライブの出演が結構招待されるんですよ。へえ、ね、いいね。なんかね、いい気が流れてる、うん、すごいね。本当まだこうモデルね、兼モデルの役者さんだったりとか、うん、こう会う機会があって、うん、それで招待されたりとかするんですけど、うん、なんかやっぱねすごい輝いて見えるんですよね、そういう。ああ、やっぱやりたいことを、うん、こう一生懸命やってる時っていう人って、うん、やっぱりそれは例えばね、うん、プライベートでなんか趣味でも何でもそうなんですけど、うん、やっぱりこう一生懸命やれるじゃないですか、うん、なんかそういうものってやっぱりないとダメだなって俺すぐ最近そう思うんですよね。打ち込めるもの、打ち込めるものとかっていうのも。でもあなたはもうね、仕事でしょ。仕事セックスですか。全くね、セックスばっかりして。いやいや、全然それはないんですよね。うん、ただ仕事はやっぱもともと俺も好きだったんで。仕事好きだよね、あなたね。仕事好きでしょ、あんた。俺は好きだよ。あんた好きでしょ。多分皆さん、仲間に見てくださってる方よく知ってる。多分、彼の影響が俺すごいやっぱ大きくて、うん、なんだろうな、仕事の時間ってやっぱ普通のサラリーマンからすると8時間じゃないですか。うん、だから俺全然なんだろう、8時間営業っていうの、美容師の時もそうだったけど、8時間営業とかっていうのがありえないなっていう感覚だったんでね。うん、だから最低12時間は仕事やってたんで、うん、うん、だからよく例えば友達とか会ってても、まあ、残業っていうわけではないんだけどね、うん、どこどこいろんな出張だなんだとかって言って大変だねとかよく言われたりとかあるんですけど、うん、大変と思ったことないんですよ。あ、そう、未だにない。むしろ、うん、なんかでも楽しいよ。好きでしょ。ね、好きだよ、ね、だって1日20時間ぐらい。20時間でしょ。まあ20時間はオーバーなんだけどね、最近はすぐ寝ちゃうから夜。もう夜中例えばさ1時2時とかに連絡してても、うん、全然普通に電話出るじゃないですか。だって営業時間ないから電話はね、俺寝てても必ず出れる。うん、うん、LINE だと気づかない時あるけどね。いや、もともとなんだろう、絶対出る人だってもう俺勝手にもうインプットされてたから、うんうん、だから自分が当時、まあ、仕事やってた時なんかも、うん、どんな時間帯でももう連絡してたけども、ずっと対応ね。ああ、もちろんもちろん。熱心なんですよ ね、 仕事ね。いや、逆につまんない男だと分かってきたというかね、仕事しか知らないという。ああ、なんかでもそれはね、うん、なんか分かるわ、うん、なんかプライベートで逆にこう、うん、一生懸命できるものだったりとかさ、うん、なんかそこでの話とかっていうのも、うん、普通に出せるかっていうとやっぱ持ってないと出せないよね。そうなんだよ ね、 だからね、つまんない男だと思われちゃうんですよ。だから当時はさ、うん、趣味も仕事みたいな、なんかそういう、うん、なんだろう、なんかかっこいいみたいな、勝手に自分で思ってる感じだけど。俺らね、俺らね。そう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 。今俺も思ってるけど、まだ俺も今の仕事好きで、だから、うん、うん、だからもう、ある意味ライフスタイルになってるよね。そう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 、うん、うん、最近でもね、興味あるのはその未来のこととかね。うーん、まあ、分かりやすく言うと AI 化とか、うん、そういう未来がどうなるのかっていうのは結構興味があるんだよね。あ、どんな感じの。例えば昨日 YouTube でやったけど、うん、セラピストさんがテレパシーでお客様を見つけられる、お客様はテレパシーで、セラピストを見つけられるみたいな、うん、まあそういう時代にはなりますので、うん、すぐではないけど、だって10年ぐらい。美容だって、うん、例えばネイルとかが今、うん、こう入れただけで15分で 3D で、 3D で、はい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 、できるようになったりとか。じゃあネイリストいらないじゃん。ネイリストいらなくなる。仕事なくなるよね。なくなる。あ、で唯一メイクも 3D で今できるメイクの機械があるんですよ。あ、そういう話して、未来の話。未来よ。いや、ほんとね、美容業界も、うん、まあ、心的サービスって多分これから残る確率は高いと思うんですよね。心的？
心的サービス、あの、まあ、こういうカットだったりとかね、リラク、うん、リラクゼーションだったりとかっていう、あ、人がやるサービス、うんうん、そういう心的サービスなんだけど、うん、多分その確率は確かにあの高いと思うんですよ、うんうん、ただなんだろうな、それの技術の半分ぐらいもまだ持ってかれちゃうんじゃないかなっていうところは、ね、うん、例えばブライダル業界なんかも、うん、メイクとかすごい時間に追われるじゃないですか、うん、それを時間に追われるのがすごい短縮されるようなものがもしできるようになったら、もうだから顔突っ込めば自動的にメイクしてくれるんでしょ、できるんだ、それだ、すげえ、だからもうあるし、そういう機械も、あ、そう、うん、ジュリア・ロバーツとかボタンを押すとベーとかってやって、あ、そう、そういうのが、それに近いやつにしてくれる、近いやつがもうできる、え、俺の毛も生えてる、それもあのなんかもうね、いろいろそういう話は結構情報入ってきてるんですよ、あ、そう、ええ、いいね、あるんですよ、そういうのは、うん、俺、そんな髪さえあれば、うん、でもまあ年相かな、もともとこれぐらいの顔だったんですよ、あの20代からね、うん、変わってないもん、ね、変わってないでしょ、もともと老け顔で今年がちょうど追いついてきて、うん、でもこれからだからどんどん若い人だって思われるようになる矢先に髪が薄くなってきちゃって困ってるんですけど、早く開発してください、うん、ね、そういうの今年ちょっと面白い情報があるんで、うん、ちょっと ね、あのアメリカ行って、あ、アメリカ、ね、お、あの行ってちょっと勉強してきますね、へー、うん、すげえな、本当にクオリティはどんどんね上がっていってるんで、美容も どの業界も上がっていってると思うし、うん、ね、今の100年時代って言われてますけど、うん、今の20代の子たちの平均寿命はもう100何歳とかね、いや、もう自分は死なないかもよ今、うん、あのね、今生まれた令和の子たちは多分死なないかもしれない、あ、で俺ら昭和、ギリ昭和じゃん、うん、最終昭和の最終というか最後の10年ぐらいじゃないですか、うん、はもう老化して死ぬかもしれない、まあ俺らだっていつ死ぬか分かんない病気になってるのかね、うん、だから令和の子た方たちは多分死なないんじゃないかな、あ、すごい、さっき話したんだよね、あの、うん、目まぐるしくその時代の変化するスピードが速くなってて、うんうん、その業界とかももう今大きなふるいにかかってる時代じゃないですか、あ、そうですね、さっき山田さんのね、あの話じゃないけど、やっぱそういうのこで生き残りをかけた中でのアロマプリエールっていうので宣伝ありがとうございます、いやいやいや、なんかその頑張ってるね、アロマプリエールのその頑張れる理由って何だろうなとか、その業界をこう殴り込みかけてるみたいな、ね、YouTube とかでも ね、あの言ってたじゃないですか、うん、だからかそういうのってすごい周りの業界の人たちもきっと励まされると思うし、うん、その原動力って何だろうなって、原動力か、ね、ああちょっといきなり質問ですな、こっち主体で話してたのにいきなりね、原動力はやっぱりね、でもメンズエステはいい業界なんですよ、うんうん、あの癒しということ自体が いいじゃないですか、人を自分の力で、うん、他人様を元気にするっていうのが、うん、あの好きで、うん、でそれだけでいいにもかかわらず違法なお店とかね、うん、風俗店でもないのに風俗店のようなサービスをしてしまうお店とか、うん、セラピストとか、が出てくる中でね、うん、いやメンズエステというものがそのメンズエステの枠組みの中で十分価値があるんだよっていうのを伝えていきたい、うん、でそれじゃないとだって違法なことし続けられるわけないじゃん、うんうん、もったいないですよっていうのを言い続けてるんですよね、うん、そのちゃんとメンズエステの語るでしょ、うん、でそのメンズエステの価値があのしっかりあの、まあ、共有というか運営できていれば、うん、10年後でも20年後でもこういう類のお店ってのは、うん、お店っていうか仕事は残ると思ってるんだよね、うん、それがなんか違法化したりとかレベルが低いとか違法でいいっていうぐらいのちょっと変わった方たちばっかりの業界になったらさ、癒せるものも癒せないっていうのがあるので、うん、あのそうじゃねえだろっていうのを、うん、あの言い続けてるんですよ、あ、ただ僕のあれではなかなか変わらないからね、影響力もないし、うん、だどうしたもんかなと思ってるところでございますけどね、でもだってあの900今何回目、あ、もう950ぐらい行ってんじゃないかな、940いくつと、うん、今月1000回だから行っちゃいそう、いや行きたいよ、行っちゃうよね、うん、
行きたい。見てます、あの俺結構1回目からずっと見てたんですけど。ありがとうございます。いやいや、もう本当に突然ね、怒りたくなっちゃった。だって怒りたくもなるじゃん、だって違法なこととか平気な顔でしてるような連中がいるんだからさ何やってんだよって思うじゃん、それは。毎回毎回ね、本当あの熱い情報毎回楽しみに見てますし、うん、ね、朝眠りにもかかるとあの車でモニトラモニトラが一番好きなの、俺は。結構好きなんか、だから早く自分も起きようとするモニトラのためにありがとうね。本当にね、あの自分もどっちかってこう夜中2時3時こうずっと、うん、起きてるタイプだったんですけど、うんうん、1時前には寝るようにしてて、でモニトラそれから早く起きてあ、それはありがたいですな。やっぱあのモニトラのおかげである意味、うん、生活習慣がだいぶ改善されたみたいな。じゃあ明日も頑張んなきゃなんねえじゃん最近やってないからね、うん、ということで、ね、とりあえず2本目終わります。最後はね、星川さんの、あの恋愛とかいやエッチなことについて聞かせていただきたいと思います。いやいやいや